さてと薬飲まなきゃな。飲水くさいよ、飲水くさいよ。薬飲むのにさゆ作んない、作るめんどくさいからつって生水にしたら生水くさいよ。ということで、どうもこんばんは、北のスタイルのチャンネルをご覧の皆さん、どうもこんばんは、私家電大好き、カメラ大好き、いろんなものが大好きな北野と申します。よろしくお願いします。というわけでですね、普段皆さんがね、例えばお薬を飲んだりとかね、あと僕の場合は普段ね、炭酸水をよく飲むんですよね。でそれも買ってきた炭酸水じゃなくて、いわゆるね、炭酸水メーカーというのがございまして、でそれを使ってね、普段無糖のね、何も入れていない炭酸水をよく健康のためにね、よく飲んでるんですよね。ってなってくると、いちいち例えば白湯を作ったりだとか、それから天然水を買ってきたりだとかっていう風になってくると、非常にお金もかかるし手間もかかるしということでね、なんかいい方法がないかなと思ってね、今回ちょっと、ね、素晴らしい浄水器を、ね、紹介したいなと思います。それがこちら、パナソニックの浄水器、TKCJ22S シルバーというね、こちらの商品になります。こちらの浄水器はですね、水道水の、蛇口にね、取り付けてるね、浄水をしてくれるというね、機械、よくあるね、機械なんですけども、このパナソニックのね、この TKCJ22S シルバーはね、ちょっと特殊でね、通常ですとね、こういう取り付け型、水道水に取り付けるタイプの、浄水器というのは、だいたい2ヶ月とか、長くてね、半年ぐらいに1回はフィルターを交換しなければならないということでね、非常に手間がかかるわけですよ。実はこの商品ですね、交換までね、だいたい1年ぐらい持ちますと。で、容量で言えばね、ペットボトル2リッター、ね、約2000本分ということでね、4000リッター分ぐらいの水をね、浄水してくれるっていうね、非常に優れたマシンでございます。で、あとですね、これもう一つね、優れた機能が、ね、ありましてですね、ちょっと、すみません、カメラさん、ちょっと近づいてきてもらっていいですか。ここにですね、実はメーターがついてるんですよね。でこのメーターが 何の意味をするかというと、あと何リッター分だけ、浄水できますよっていうね、メーターがここに出るようになってるんですよね。でそうすると交換の必要なね、時期の目安っていうのが非常に分かりやすくなっているっていうね、そういう優れものになってます。ということでね、早速実際どういうものかっていうのをね、開封してみたいなと思います。でですね、実際に開封してみましたということでね、中身の方を説明していきたいなと思いますので、ちょっとカメラさん、近づいてきてください。まずはね、当たり前ですけど説明書があります。次にね、こちらが、本体になります。この本体の自体はですね、これがフィルターになってるんですけども、すでにね、セットしたされていますので、これを浄水、水道の方にね、直接セットしたら、使えるように、すぐ使えるようになっております。それから、カートリッジの、ね、交換目安が、一応1年ということになっておりますので、カートリッジの、ね、セットした、セットして実際に使用した年月日っていうのがね、各、シールがここに貼ってあるのでね、これに、日数を書いて、ここに、ピタッとね、シールがあるっていうね、そういう仕様になっております。でそれから、交換目安としてこちらの方にね、デジタルでね、あと何リッター消費できますっていうね、表記ができるようにということでね、ボタン電池が付属しております。それからもう一つね、これも大事なんですけども、水道によってね、各アタッチメントが変わってきますのでね、このように、アタッチメントのね、パーツが、1,2,3,4,5 とで、あとこちらにもね、アタッチメントが付いてますので、全部ね、6つのね、パーツが、アタッチメントパーツが揃っております。ただごくごく稀に、今使ってるね、水道とこれがね、適合しない場合っていうのはね、ごくごく稀にあります。
でそれに関しては説明書の方に、こういったもの場合は、別にこれを買ってくださいっていうね、風なことが説明書の方に書いてますので、それをね参照にしながら、実際にね交換していただければという、取り付けの方をねしていただければと思います。ということでですね、実際にセットアップの準備の方をしてまいりたいなと思います。こちらがね、ボタン電池をね、セットするところになっております。これはね、こういった50円玉とか100円玉とかでね、このように、どっちだっけ、こっちか、このようにね、グリップマスとね、蓋が開くようになっております。で、こちらがね、プラスになってますのでね、プラスを上に向けてね、このようにちょっと斜めにしながらね、パチッとセットします。でそうするとね、ちょっと一瞬だけここにねデジタルの表示が出てくるようになります。これがまあ電池セットできましたよっていうサインになりますの でそれを確認しつつですね、これをね、まあ、元に、戻すわけなんですけども、ちょっとね少しだけ力を入れます。まあ、しっかりとね防水をしなきゃいけないということでね、かなりグリッとちょっと力を入れた上でグリッとね、ここに矢印のねついているのでね、こっち側にすると開けます、こっち側にすると閉めますという形でねなってますので、それを目安にしながらねこのようにすることで、とりあえずの準備はできたということになります。でこれからね実際に浄水器をね取り付けにかかりたいなと思います。はい、ということでですね、実際に蛇口を取り付けたいなとに、浄水器を取り付けたいなと思うんですけども、今回のタイプはね、こちらのね、よくあるね、昔ながらの一般的な、水道のね、蛇口になります。で、蛇口、先ほどね、申し上げた通り、蛇口の形状に合わせてね、アタッチメントを取り付けて、実際に取り付けることになるので、今回使うやつをちょっとね、紹介したいなと思います。今回、取り付けに使用するパーツなんですけども、こちら2つのね、こちらとねこちらの、パッキンとこの2つを使って、実際にねこちらの、水道の方に蛇口の方に取り付ける作業をね実践したいなと思います。ではですね、まずはまあこちらのね本体にね、こういったアタッチメントがついてる、元からねセットされてるんですけど、まずこのアタッチメントを外します。で外していただいたら、これねもう2つ、アタッチメントがついてるんですけども、これまず一旦ちょっと外して、でここの中のパッキンもね、このね先ほどのね水道の形状とはちょっと違うので、このパッキンを一回外しますと。でその次にね、先ほど申し上げました通り、このねパッキンをねこの中に、セットいたします。各種ね、まあ、水道の蛇口によってね、取り付け方が異なりますのでね、その辺はまあ説明書を見ながらね実際にやっていただけたらというふうに思っております。まあ、今回はねちょっとこのタイプの部分だってね取り付け方法だけというねの紹介だけになりますけども、その辺は、ご了承いただければと思います。はい、では、実際に、取り付けのね作業に入っていきたいなと思うんですけども、まずはですねこの本体にもともと取り付いていたねこのパッキンをねじ回しみたいなやつをね、まずこの水道のねこの蛇口の方に一旦まず通しておきます。でその次にですね、こちらのねパーツをね、取り付けるんですけども、ここにちょっとね隙間ができてます。でこの隙間を利用してですね、この凹凸のこの上の部分をね、これを凹凸の部分をね、上にしてちょっと広げるような形で蛇口にはめ込みます。これでスッとね入るので、でその後ですね、こちらのね、水の先にですねこの蛇口のこの、合わせた上でネジを締めていきますと。割と簡単、たったこれだけです。これを分かりやすいようにですね、今赤い印を入れてるんですけど、こちらになるとねシャワーが出るようになります。でその次に、減衰で、水がそのまま出てくるようになります。
で、このシャワーの減衰の違いっていうなんですけども、まあ見た通りね、一本のね、水がパーって出てくるか、シャワー状になって出てくるかなんですけども、シャワーにすることによって、まあ水がね、比較的まあ緩くね、出るということで、まあ簡単に言うと節水効果があるというね、話になります。で、最後に、このね、こちらがね、浄水になります。で、この浄水になると、水のね、出口が変わるので、その点だけね、ご注意していただいて、まあ、実際に水を絞ります。で、水をね、絞っていくと、ここで今、メーターの方で、今どれくらいね、水を使っているかというのが計算されます。で、水が止まると、残りのね、目安というのがね、この通り、あと何リッター、浄水できますよというのが表示されます。これによって、浄水された水が完成ですということで、はい、ということでですね、実際に浄水した水をね、試飲してみたいなと思います。当然のことなんですけども、カルキのね、あの生臭いね、匂いがすっかり取れました。で、味の方はですね、なんていうのかな、ちょっとこう、甘みのある感じですね。まあもしかしたらその地域によってね、あの水道水のその水の質っていうのもね、アルカリ性だとか酸性だとかね、地域によってね、多少のね、味の違いとかはあるかもしれないですけども、少なくともね、この和歌山県、今これ撮影は海南市でやってるんですけども、こちらの水はね、非常に甘みのあるね、お水に仕上がっております。ということでですね、今回は浄水器の紹介をさせていただきました。また次回はちょっとね、ちょっとまだ今のところ内容考えてないんですけど、またね、ちょっと面白いイベントだったりとかね、それから、まあ、面白いね、家電製品だったりとか、なんかそういうのがあったらね、またちょっとこちらの方で紹介させてもらおうかなと思いますので、よかったらチャンネル登録の方をよろしくお願いいたします。ということで、北野シャイルがの北野亮がお届けしました。本日は誠に、ご視聴ありがとうございました。